前回はスプリットの判定というところで非常に競った展開ではありましたが今度は先ほどの話に移っていこうと思いますけれども亀田家の中では荒木さんどういった話し合いがあったのかとというところどういった話し合いがあったというかまあねあの前回の試合の後やっぱりと友紀もねやっぱりこう自分の中であの納得いっていないのも。 あったんでしょうねあのすぐにあの、まああの「お兄ちゃんもちょっと次僕がちょっと再選がしたい」っていう気持ちがあるっていうことを、ね、あの受けたんですけど僕はそのほいいんじゃないかとであの、まあ、正直、まあ、これはあのもうプロモーターとか、ね、ファウンダーやなんやとかの話じゃなくてこれって亀田家の話で兄弟でもあるんで。 正直見てて友樹のスタイルあの戦い方、うん、ああいう戦い方でそんなんやったらもうボクシングやめた方がいいと、うん、でそのねあの今ちょうど K ワールド3の事務の会長でもあるんですけどやっぱ大樹も友樹のね兄貴であって大樹もやっぱりこうね友樹にいやもうやめとけとまあ大樹に関しては僕よりもそれこそきついですよねもうドライなんで。 もうこれ以上やってももきただボロ出るだけやしうんともうあの昔からあの変わってないしスタイルも変わることもないしうんここまでやっただけでもお前もあのいい結果も残せたし二階級したってことは誇りに持っても次第二の人生に行きなさいといいいととうぐらいまあ厳しいこと大輝は友樹にも言ってでもそれでももきはあの <coughs> まあそれでももう一回っていう気持ちがあってまあ 僕のどこにも来たんですけど、まあでもこっちもあの兄弟やからどうとかであのやってるわけでもないんで、さっきも言ったように、まあトモキそれは当然このね最高ホイトで使うそれは少数は正直トモキは持ってます。はい、数字も取れると思いますね。正直。でもそうじゃなくてそれでやってしまうのも。 工業で組み立てるねあの兄弟やからどうこうじゃなくてまあ筋取れるからねそれはもちろんいいんですけどやっぱり僕も一ボクシングを知ってる人間としてはあの戦い方っていうのもあまり好きでもないんで,でまああとそれで一回あの亀,田亀田家全員でちょっと集まって話しようとまあ親父もちょっとねライセンスも今復活してトレーナーとしての立場でねリングに上がれるんで。 ちょっと今一度、ちょっとここは、あの親父も、友、え、紀、ー、に最後足りないものっていうものは、ね、我々亀だけで見てて、友紀を小さいとから見てるから、何が足りないかって、最終的にはもう、ね、それこそもう皆さんもね、この前の試合見てはお分かりだと思うんですけど、最終的にはメンタル的なところなんですよ。友紀は高いレベルがある、技術も素晴らしいものを持ってる。 正直前,前回の試合でトモキの力何も出してなくてもね出せ出ないっていうのもトモキにとってすごくあの大きい欠点ではあるんですけどそういったところを最後あの今押せるのって言ったら親父しかおらんやろと親父もちゃんとそこは覚悟をしてちゃんと最後もう一回ね心を鬼にしてね当時僕らは亀田家をねあの特に特に 後期大きはもう親父にボコボコしばかれて育ってるねあの兄弟なんですけどまあそれぐらいの気持ちで改めてちょっともきにちょっとねこの精神的なところでの柱となってあのやったってくれないかと、うん、親父も覚悟を決めてくれとでそれでもきもしっかり覚悟を決めて次はそれなの試合するって言うんだったら俺はその プロモーターとしてこの再戦リマッチに動くと。って言ってもきもそれでもその代わり僕が言ったのはもうこれであかんかったらもうもきも次ないぞとさすがに。って言ってもきはそこも僕踏まえた上で分かったそれでも俺はやるって何としてもやるって言ってこう気持ちをねあの作ってやって言ったんで僕は今回こうあのこの試合というものを実現するために動いたという。 これはもう完全にプロモーターとかどうこうじゃなくてその亀だけでの話ですけどね、まあ、そういうちょっとこうサイドストーリーっていうかまあそういうものがまあ,あの試合後にあったと、はいうん。っていうことですね。でまあ実際その親父もね今友樹の,ト,モキのト,レーートレーニングにしっかりこう入って、うん、見てるみたいなんで、うんまあ、あとはもう試合のこの3月31日にどんな試合をするのか。 ってていいうのを見てみたいなとでやっぱりそれも負けたら引退負けたら引退って言って、うん、実際引退せえへんかったらどうすんねんとかっていうのもやっぱあると思うんで、うん、やっぱりここは友ぎもな、うん、やっぱりもう正直あんな試合してたら、うん、俺は俺は見ててもあまりやっぱり、うん、ちょっとこうあんまり心揺さぶられるものがなかったからやっぱりねそれは素晴らしいボクサーやけどやっぱり。 ここでやっぱりこうある程度こうやっぱ決意覚悟というものはしてもらいたいなっていうところで改めてやっぱこのい皆さん見てもらってやっぱりプロである以上やっぱみんなに見てもらってななんんんぼやと思うんです、うん、みんなに見ててもらってこんな行大勢の人だから見てくれてね来てくれて書いてくれてそれでプロそれでこそプロじゃないですかだから素晴らしいことだと思いますよ友樹がこのいしもう一回リマッチするって言ったらこ生,生放送の会見までできるわけですから。 でもやっぱりここはみんな大勢の見たい人が見てる前でもうほんまに俺は負けたら引退するんやと、うん、っていうのをちょっと覚悟をちょっと、うん、俺は決めてもらいたいなと、うん、まあ決めとると思うけど改めてねそれはみんなの前でもやっぱりそがちゃんと、うん、それぐらいの気持ちじゃないとやっぱりねあのなんていうんですかね僕らとしてもこのカードを組んだのあれでもないですしね。はい まあ今、このコー k i ファウンダーの言葉を聞けて、友紀選手はどのようにこう感じていらっしゃいますかまあそのその通りですよ、まああのまあ、亀だけで話したのもそうですし、はいでまあ、あんな試合してたらね、まず、まあ、自分もそうですし、その見てる人、まあ、やっぱり納得いってないですし、面白い試合がね、できてなかったっていうのもあるんで。 だからまあその次は、あのそれをまあみんなが見ていてもあ,あいつ変わったなと言えるようなその試合を、ね、あのしたいなとだからそのまあ倒されんのやっても慶応負け、まあ、勝つんやったら慶応勝ちという,ういうスタイルであの次は臨んでいくこうと思っているので、まあ、そういう気持ちですね。 まあそして厳しいその負けたら引退という,ふうな言葉もありましたが、えー、それに関しては友祈選手いかかがですか改めてまあその通りですよ、それもまあ今,今さっきも言うたんですけど、うんね、あの選手に、ね、2回負けたらまず世界なんか言うてる話もないですし、うん、それは負けて引退しますよえということで、まあ、今回、皆様に、まあ、この会見をご覧いただいている皆様含めメディアの皆様含め、まあ、その気持ちを 表現したいということで用意してもらったものがございますちょっとそちらを出していただきましょう,う負けたら引退という非常に重々しい言葉が書いてございます亀田智樹というふうに書いてあります はい、それぐらいのね、こう覚悟決意というものでこれはここでばち、うんとしてち、ちょい意識は、俺、ちょい意識、じゃあちょっと指で、しにくっつけていただいて、えー、そちらのほうで、まあ、いわゆる欠板状と言ったらいいんでしょうか、出していただきました。 負けたら引退、え亀田と樹というふうに今え本人の指の印が押されたということになります。よろしいでしょうか。はい、えありがとうございました。えということで、まあ本当に今回は強い意気込みでもって望んでいるという試合になります。まあ今の下りをドラミニ選手もご覧になっているかというふうに思うわけですが。 これだけの気持ちを持って実はトモキ選手は今回の試合に挑みます引退をかけての一戦とこれを受けてドラミン選手はどんな、えー、受け止め方をしていらっしゃいますか Um, that's why he said that if he loses, then he will retire. You know, um, and also I think that um, on the first fight they were expecting him to win, you know, because he was calling out the other guy. Um, so 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 after he lost, um, he kind of felt bad. So the pressure it is on him. You know, he wants to prove himself that uh, he can still be a world champion, or he wants to prove that he is all world champion material, you know, um, but then I'm still coming with the same mindset, um, I'm expecting, I'm expecting a better Tomoki Kameda than the first fight, you know, but it should also be prepared for a better version of Lajato Jamele as well, you know, um, this is going to be a different fight, but I feel like this fight is going to be tougher than the first fight. So I'm really looking forward to facing him again and uh, and uh, and I wish him all the best on his retirement because I'm not coming there you know um, to lose. you know like Japan is too far, it's too far. it's like uh 18 hour flight from here to Japan so I can't just go to Japan and not perform. I can't just not give my all, you know. I am one fight away from fighting for world title. so. I'm not I'm not, not gonna beg done for anything. I am ready for whatever he brings. OK, thank you. えっと、ともき先生の意気込みは非常に感じましたと。で、前回の試合で、まず勝利をご自身が勝ち取りたかった気持ちは非常によくわかります。本当にそれによって、世界が見えてきて。 た試合だったのでそこに対する意気込みを感じましたしで敗北まあ負けられたとのプレッシャーもすごい強かったんではないかなと自分も感じますただ自分もこの試合に対して非常に今練習をしておりますし18時間かけて日本で試合してあと1試合で世界に挑戦できる立場に今いますので 前回とは全く違う戦い方もしますし、よりいい戦い方もしますし、それに対するトレーニングも今激しくしておりますので、前回よりはタフな試合になることと思います。でも、友紀選手にも、えー、頑張ってほしいですし、自分も素晴らしい試合にします。ありがとうございました。 まあ今回こういった形でまあ決意をねドラミニ選手も受け取った上でまあ共にいい世界を目指してというダイレクトリマッチという形になります両選手の意気込み含めて伺ってまいりました。